どうもゆうくんです。今回はですね、新型 NBOX 10位の方を見てきました。で、こちらのモデルなんですけど、 NA の4駆のねモデルということになります。で、 NBOX 10位のフロントマスク、このような感じの顔つきとなります。で、こちらディーラーオプションのねパッケージ装着モデルでありまして、上の方のライトの間のグリルにホンダの文字ロゴがねあしらわれておりまして、さらに個性的な顔つきとなっております。で、合わせてフロントグリルの方も3段重ねとなっておりまして、こちらもねかなり個性的な雰囲気ということになっております。そして NBOX 10位になりますと、標準の NBOX がねベースとなっているわけなんですけど、標準と違う点は内藤のインナー部分ね、シルバーの加速が入っておりまして、ここら辺でもねかなり雰囲気が違う仕様となっております。で、アクティブパッケージ仕様になりますと LED のねフォグラップが採用される仕様となります。で、樹脂パーツもね程よく組み合わされておりまして、下の部分スカッフプレートのようなデザインが採用されておりまして、ここら辺でもアクティブな印象になっております。で、こちらイエローのねボディカラーのモデルなんですけど、イエローとブラックでねツートン仕様ということになっております。で、サイドから見るとこのような感じになります。で、 NBOX 10位の実質的なライバルがスペシャルギアとなるんですけど、スペシャルギアとは違ってルーフレールが採用されないんですけど、ルーフレールが採用されないにしろ程よく樹脂パーツなどが採用されてアクティブな印象になっております。で、NA ですのでタイヤホイールこのような感じになります。ターボも NA も専用デザインのタッチホイールが採用されるわけなんですけど、ターボですとこの外側にシルバーのリングが組み合わされて、さらに個性的な足回りということになるようです。また後付けでねシルバーリングをつけれるようになっているものと思われます。はい、ここにねよく見ると、バルブの横に切り欠きもあるので、後付けできるのかなと思われます。で、タイヤサイズの方が1556514のこちらのモデルではエコピア EP150 が装着されております。前後とも同じサイズとあるようです。で、ドアアンダーガニッシュの、ね、樹脂製のものが採用されております。そしてリアビューはこのような感じになっております。リアビューもね、なかなかやはり存在感のある雰囲気になっております。で、テール、カスタム系の、クリアテールがね、組み合わされております。さらに下部分スキットプレートのようなデザインが採用されるということになります。じゃあ、内装の方も見ていきたいと思います。で、内装を見る前にドアハンドルもねブラックアウトされていまして、こういうのもねトレンドとなってきていると思うので、こちらも個性的でかっこいいデザインになってるなと思います。じゃあ内装を見ていきます。まず乗り込みますと、最近のホンダさんでおなじみのオープニングが流れるようになっております。で、フル液晶の、ね、メーターとなるので、さまざまな情報を、ね、一目で確認することができるようになっております。で、インパネ周りこのような感じになっております。インパネの大まかなデザインは NBOX シリーズ共通のものとなっております。ただここのプレートもそうなんですけど、土器のような、ね、デザインが採用されておりまして、個性的で高級感のある雰囲気にもなっております。で、NA モデルになりますとウレタンのステアリングとなります。ただ脂肪がねいい感じに入っておりまして、やはりグリップ感もいい感じになっております。で、右はクルコンやダス関係のねコントロールできますし、左側でオーディオなどのコントロールができるようになっております。で、ワイパーの完結のコントロールも手元でできるようになっております。はい。で、収納もある程度用意されるということで、使い勝手の良さにもこだわった仕様となっております。で、ドリンクホルダーサイズなどにもよるんですけど、紙パックにもね対応しているものと思われます。で、こちらのモデル、ETC もねもちろん採用されております。はい。で、グローブボックスも、かなり大型のものが採用されておりますので、ティッシュボックスも入るでしょうし、収納などにも困らないように設計されております。で、その下コンビニフックがありまして、さらに下大型のボックスがある感じになります。はい。で、その上12ボルト電源も、採用されております。
で、電動パーキングブレーキと、ブレーキホールド機能があるということで、高速道路などでの渋滞時再発進の、サポートまで、してくれるようになっております。そしてですね、シートがですね、 NA ですとファブリックトリコットと発射加工が施されているテック柄のおしゃれなシートはエンドボックス上位では採用されております。はい、まあ、お手入れもしやすいですし、インテリアカラーと相まって非常に個性的な仕様になっております。はい、そして上の方見まして、天井はブラックとなりまして、ホンダセンシングに対応しておりますので、 SOS コールとか採用されますし、左右独立でバルブタイプですけどルームランプが採用されております。で、バイザーとバニティミラー、このような感じになっております。ライトはないんですけど、使い勝手もしっかり考えられた仕様になっております。で、ドアトリムが、このような感じになっております。ソフトパッドとかは特にないんですけど、かなり質感の高い、仕様になっております。ウィンドウなどコントロール、ここに、集約されております。さらに両側パワーストレートドアも、ね、採用されております。で、ステアリング下にもちょっとしたコンモデルがあります。じゃあ、後部座席も見ていきたいと思います。さんですと、パワーストレートドア操作した時にピーピー鳴らないということで、住宅街とか夜中でも静かに、スライドドア開け閉めすることができるようになっております。で、後部座席もですね、シート周りこのような感じになります。はい、やはりチェック柄のシート、おしゃれでいいなと思います。で、センターアームレストはないんですけど、その分ゆったりとね、過ごせるように設計されているということになるようです。はい、で、両サイドドリンクホルダーとか小物入れがしっかり採用されております。で、ちょっと乗り込みまして、クーラーも低いのでね、乗り降りしやすいようになっております。で、手のことを先ほど試乗させていただいて、私のポジションでね、足元空間かなりの余裕があるになります。で、シートバックテーブルもね、標準装備となっております。で、紙パック対応のね、ドリンクホルダー2つずつレイアウトされております。で、コンビニ服1キロまで対応のものが組み合わされております。で、こちら側から1階ドア閉めまして、ロードサンシートもね、採用されるということで、日よけはもちろんのこと、プライバシー保護にも寄与してくれているものとなります。じゃあ、最後のラゲッジも見ていきたいと思います。で、ラゲージのスイッチなんですけど、ちょうど、ホンダのロゴの下の部分に、スイッチがあるということになります。操作もしやすいようになっておりまして、本命乗車時に、このような空間となりまして、さらに2列目のシートバックもチェック柄ということになっております。で、もちろんこのように、片手でワンタッチでシートを、格納することができますし、標準の N ボックスよりフラットなラゲッジにするためにかさ増ししてあるんですけど、レジャーシートのように、出力のように、使用することができるようになっております。この仕様もね、なかなか珍しいなと思います。で、アンダーボックス、このような感じになっております。はい、で、こちら、取り外してね、洗うこともできるように、なっております。かなり収納も多くて扱いやすいようになっているなと思います。で、こちら蓋付きの取っ手が、ありまして、こちらでね、シートのスライドのコントロールができるようになっております。はい、で、バルブタイプなんですけど、ラゲッジのランプもあるので、夜中とかでもね、荷物の整理ができるようになっております。で、さらに、反対側にはマックス3キロに対応したフックも採用されております。はい、ということでね、 N ボックス上位もね、なかなか使い勝手も良くて、個性的な車だなと思いました。はい、ということで、新型 N ボックス上位でした。